熊事務所は今あの本社とあと別に 今いるこの青山タワーっていうタワーに5フロアほどスペースをまあ使っていまして、今ここは最上階の16階というスペースなんですけど、まあ見晴らしが良くてですね、来客に特化したスペースになっていて、その間にまあ自由にスタッフも打ち合わせできるようなスペースを作っていまして、海外の方も多かったりもするので、あの本当にいろんな方々がこう安心して使えるようなスペース作りということで、空気清浄機をまあ探していたというのが最初の状況ですね。最も、空気の安全度を高めてくれる、そういった性能を持っている、メーカーさんはどこかというところを調べまして、でそういった中で、比較検討する中でシャープさんがやはり健康に対するところ、性能がどれだけ出ているのかというところのエビデンスが国内だけでなく諸外国の研究機関でも長い、年月かけて蓄積されてきた、プラズマクラスターが、一番信用できるというふうに私どもは考えました。割とその建築をやってるので、まあ、データでその効果がまあ見られるというか、そういうことはすごい重視してまして、でそのシャープさん の製品 その概要の中で、まあ、その効果がはっきりと分かったので、実際の空間の、設計図面をもとにですね、どれだけの効能を発揮することができるかといったシミュレーションを目で見える形でですね示していただけるというのは、まあ、私たちが採用する上でも非常に安心感が高まりましたし、非常に画期的だなと思いました。打ち合わせをここで頻繁にしているので、やはりこういうのが導入されたというのでみんなとも喜んでいまして、でかつそのデザインも馴染んでいるという、あとは音もすごい静かでですね、全然その打ち合わせの妨げにならないというか、あとまあその管理のシステムとして複数台導入しているので、一個一個を作業操作するというのではなくて、まあ集中管理でできるものということで、とても気に入って使わせていただいているというような感じです。全ての機器の状況を一目で確認できる、何か不具合があった時にもすぐに気づけるという機能も、これも集中管理ならではの良さだと思っていますので、その自然の大切さとかみんな考えて、やっぱりできるだけ屋外的な風通しのいい場所で仕事しようよっていうのは、まあ、ある一方で必ずしもずっとそういう場所に入れるわけではないので、その屋内の環境をどう豊かにしていくかっていうのは、こういう新しいテクノロジーでその自然のような状況をこう再現できるっていうのは不可欠なんではないかなと思っていて、でそこに対して今使わせていただいているシャープさんの製品とかは熊事務所のそういう概念とも一致するところがあって、まあ、今後他の案件だったりとかでもぜひ使っていきたいなと思ってます。空気への対策っていうのが非常に建築においても求められる時代になってきたというふうに感じています。この空気清浄機を使わせていただいていることによって、まあ、私どもが提供していく建築においても有効に活用していきたいというふうに考えています。